前回は斑入りのコリウスの葉をアルミの内容を覚えてるか確認したいと思います。そこにアルミニウム箔をやって、で環境によって光合成色素が異なると。何色ですか？待って、これ50度までしか測れんやないか。今、海苔の中にエタノールが入ったものと水が入ったものを70度のお湯で湯煎しております。ちょっと加熱します。で、これを湯煎したいんですけど、ミホイルで。ちょっとお待ちください。温まりがちょっと前の方の人わかるかな。結構ね、多めに。これらをね、青い。で、こっちは赤い。普通に緑で、エタノールがこっちめっちゃ赤い。めっちゃ赤い。血のような色だね。すごい怖いこと。これが、これが、これになるよね。光が出ると。水の方は何色に見えましたか？ヨハンさん、水の方ちょっと黄色っぽかった気がします。はい、素晴らしい、よく見えましたね。どうでしたか？ロッパーさん、普通の時、ブラックライトじゃない時、はい、緑色でしたね。でも今この植物たちはちょっと光合成ができない状態で、エネルギーを吸収するだけして